クレーブンはアメリカ海軍のグリッドレイ級駆逐艦。艦名はチュニス・オーガスタス・マクドノクレーブン中佐にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。マサチューセッツ州クインシーにあるベスレヘム造船フォア・リバー造船所にて、寄港、1937年2月25日に、浸水し、1937年9月2日に、 W.O. ベイリー賞指揮のもと収益した。カリブ海と東海岸に沿って訓練し、ロードアイランド州のニューポートで魚雷発射のテストを行った後、クレーブンは1938年8月16日にバージニア州ノーフォークを出発し、カリフォルニア州サンディエゴの艦隊に加わった。1939年1月4日から7月17日までカリブ海から 東海岸を航行したが、それ以外は西海岸沖で行動した。1940年4月1日から真珠湾を拠点として艦隊演習に参加し、空母の対潜水艦護衛を務めた。1941年12月7日、日本海軍による真珠湾攻撃の際、クレーブンはエンタープライズの艦隊に所属し、ウェイク島から 真珠湾に向かって航行していた。その後12月15日の給油中に従順洋艦ノーザンプトンと衝突し損傷を負い12月19日の降天による損害と相まって真珠湾への帰祷を余儀なくされた。クレイブンは1942年2月1日のマーシャル及びギルバート諸島への攻撃2月24日のウェイク島の攻撃に加わった。 西海岸でのオーバーホールの後、4月8日に、クレーブンは、護送船団の任務と、西海岸の作戦に戻った。クレーブンは1942年11月12日に、真珠湾から出港し、ガダルカナル島の戦いに加わり、その後9ヶ月にわたって、島への輸送を護衛した。1943年8月6日と7日、ベラワン野戦に加わり、 日本の駆逐艦である甲風、萩風、荒を沈め、巡洋艦に損害を与えた。クレーブンは1943年9月23日にカリフォルニア州サンフランシスコに向けてエファテ島を出発し、オーバーホールを行った。真珠湾に戻ったクレーブンは、1944年1月19日、マーシャル諸島への攻撃を行う第58任務部隊の空母を護衛するために、 出撃した。さらに、クレーブンは、マジロの基地を出港し、パラオ大空襲に参加した空母を護衛し、ホーランジアの戦いを支援した。そして4月まで、ウルシー干渉、サタワン干渉、ポンペイ島を攻撃した。5月の新珠湾への航海の後、クレーブンは、マリアナ諸島攻撃のために、第5艦隊に加わり、グアム島、サイパン、ロタ島攻撃の支援及び、 小笠原諸島を攻撃する空母を護衛し、6月19日と20日のフィリピンの戦いにおいても空母を護衛した。クレイブンは7月、8月、9月の小笠原諸島、グアム島、ヤップ島、パラオで行われた空爆において空母の護衛に従事した。1944年10月11日に新珠湾に戻るとクレイブンはオーバーホールと訓練を受け、 1945年1月2日に新珠湾を出港した。1月26日にニューヨークに到着し、東海岸で演習と対戦水艦商会にあたり、5月2日にイギリスのサウサンプトンに向けて航行・船団を護衛し5月29日にニューヨークに寄港した。クレーブンは6月22日、メイン州ポートランドを出港し、米国大臣を単次に送り届け、 オランに向かった。クレーブンは地中海にて護衛、訓練、輸送の任務につき、1946年3月16日にニューヨークに戻った。1946年4月19日に退役、1947年10月20日に売却された。クレーブンは第二次世界大戦中の功績により9個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。